こんにちは。こんにちは。永田照司のパワーアップ神奈川です。はい。私は神奈川県議会議員の永田照司です。茅ヶ崎テレビの岩田かりです。この番組は茅ヶ崎の不動産屋さんティーズエステートよりお送りしております。はい。照司さん。はい。今回は、大磯江ノ島モニタークルージングについて。はい。なんですけど、はい、これは何ですか？はい、そもそも、その前にちょっと説明しておきたいのが、はい、神奈川県の、いろんな取り組みの計画の中に、はい、神奈川シープロジェクトっていう計画があるんですね。はい、で、この神奈川シープロジェクトという計画の中に、はい、いくつかの取り組みがあって、はい、その一つに神奈川海洋ツーリズムという取り組みがあります。はい、で、これは、神奈川の海を、例えば、マリーナとか、はい、漁港とか、その他、港とかをこう、つないで、この神奈川の海をこう、なんていうのかな、行き来して、いろんな人にね、周遊してもらう中で、はい、盛り上げていこうという、そういう、考え、取り組みなんですよね。その具体的な、実験、モニター実験っていうことで、相模湾、モニタークルージングっていう、そういう取り組みがある。それが大磯、江ノ島間なんですか？そうなんです。で、大磯と江ノ島の間を行き来するという、はい、モニター実験を県の方でやるんですね。あら、楽しそう。3月の5日が開催予定日っていうことになってて、はい。申し込みは今受付中なんですか？そう、申し込みがもう始まっていて、2月の7日締め切り、申し込み締め切り。で、片道100人。100名ずつ。で、両方申し込むこともできるんだけども、運が良ければ往復乗れるんだけども、両方当たっちゃうかもしれないし、申し込み多数の場合は片道のみになる場合もあるということなんで、そこはね、運次第。年の初めの運試し、ね。運試し、いいですね。そう。神奈川の海をつないで、で、周遊しましょう。確かに、つながってるのって今まで意外になかったんですね。そうですよね。あると楽しいなっていう。確かに、という楽しみです、はい。ぜひ関心のある方は申し込んでください。はい、こちらから、ね、そうですね、アドレス、はい、載せておきますので、ぜひ応募してみてください。見てください。はい。ということで、今日は神奈川シープロジェクトに伴うね、大磯と江ノ島のモニタークルージング、紹介させていただきました。はい。はい、それでは、また見てください。はい。さよなら。